也です。よろしくお願いします。触れずにいつも
哲也です。最後までよろしくお願いします。今日は初めましての方がちらほらいらっしゃってよろしくお願いします。僕はいつもここで歌わせてもらってですね、ちょっと酔っ払っちゃうんでいつもトップを出させてもらって、あとはもう楽しみのその日のライブを楽しむというスタイルでやっております。この後皆さんの、ライブ盛り上げますんでよろしくお願いします。気持ちはあるんでだいたいいつもトップなんだよ。 なんでかなみたいな酔っ払うからなんだけど、酔っ払うからなんですけど、まあ、できればその皆さんのこうライブを見ながら飲みたいっていうのもまあありつつ、まあでもそれはねマスターが決めることなんでなんとも言えないですけどね。電池がなくなるってパターン。じゃあこの辺でですね、皆さんに一つ、物語を。哲也です。昔々あるところに、ビリーというまだ年半もいかない少年がいました。ビリー少年のパパとママはとっても仲のいい夫婦でした。ある日そのパパとママは喧嘩をしてしまい、ママが、家を出ていくことになります。ビリー少年はなんでママが家を出ていくのか分からず、それを自分のせいにしてしまいます。ママ、僕が悪いの？
僕がいけない子だから、ママごめんです。プラモデルも綺麗に全部片付けるよ。だからそのドアを開けないで、そのドアを開けないで、今夜も
ごめんねという歌でした。ありがとうございます。今の曲はですね、唯一この店長村上さんが気に入っている曲なんで歌いました。唯一ですね。これ以外は褒めなかったものだなというね。
立っててゲップが出そうでもうどうしようと思って毎回ちょっとやらかしちゃったことあってマイク通してゲップもう我慢できるパッて出ちゃってこう通りつけみたいな過ちはもう寝ようとしたくないので頑張って我慢しました。いいじゃないけどね全然いいじゃないけど、じゃあお名残惜しいようですがこれで最後の曲にしたいと思います。今日は最後まで、楽しませてもらいますってなんかよくわかんない上から見せたんだけどあったよな。哲也でした。どうもありがとうございました。大人と呼べ
どうもありがとうございました。てつやでした。今日は最後まで楽しんでいってください。これから飲みます。